二代目、小野民蔵の美濃小九郎。文久二年正月、大阪中の芝居、京成拡大門より、中井義滝が。二代目、小野民蔵とは、江戸時代から明治時代にかけての歌舞伎役者。屋号は、音羽屋。拝名は二丁、松玉、松朝。画号は、春風社芝居の床山、亀江門の子として慶に生まれる。 三代目、瀬川菊之丞の門人となり瀬川和一と名乗り、文化の頃を大阪で子供芝居の舞台に出た。文政三年、三代目、中村歌右衛門の門人となり中村和一と称す。さらに三代目、小野菊五郎と共に、江戸に下り、十一月江戸川原崎座で、菊五郎門人として二代目、小野民蔵を襲名。文政六年も大阪に帰り、 翌天保2年には大阪中の芝居でのご変化の所作事が評判になる。死の菊五郎が大川橋蔵を名乗った時には大川八蔵を名乗ったこともあったが2年ほどで小野民蔵の名に戻った。菊五郎の没後は大阪の舞台で活躍する。明治以降は東西歌舞伎の最長老として尊敬を集め、明治12年。 東京急小座の出演料が80日間で4000円の大金となった。明治18年11月、民造志望の噂が流れるとこれを否定し、一世一代として大阪中座の大切書作時、都市徳神の舞台を務めたが、これが最後の舞台となった。去年87。小柄な体格で中年期から肥満するなど容姿にも恵まれず、 長く格の低い浜芝居に出演していたので、観客受けを狙うあざとさが目立ち、品格は低いと言われたが、立役、仇役、お山岡兼ね、階段物や、早変わりなどの懸念に優れ、その研究熱心さもあって、人気者であった。天保9年には、死の菊五郎の伝授と称して、体に、銅筋という金具をつけ首筋で止めて、空中回転を演じ大評判となった。 実施に三代目、市川一蔵と、初代尾上昇格、門人に三代目、尾上民蔵がいる。ありがとうございます。